日本鉄道 BT45K9300 型はかつて日本国有鉄道の前身である鉄道員に在籍した貨物列車経営用の転落式蒸気機関車である。元は日本鉄道が1906年にアメリカ合衆国のボールドウィン車から12両を輸入したものである。12両を1906年に輸入したものでメーカー規格では10から30位、e。 日本鉄道では BT45 型と称した。同年に日本鉄道が国有化されたため、使用開始は国有化後となった。1909年に制定された鉄道員の車両形式称号規定では9300型に改められた。同時期に同社が計画、輸入したアメリカンロコモティブ車、ロジャーズ工場製の RT45 型とともに、 1897年に輸入したミカド BT4-6 系の後継として製造したものであるが、寸法的には一回り小柄で、車軸配置を2から8から0とし、ボイラー中心高さを上げることで、過失を大枠状に乗せ、BT4-6 系以上の高性能を発揮するよう設計している。これは BT4-6 系の飛行士面積が、 全電熱面積に比べて大きすぎ、効率の悪い機関車であったことがある。鉄道作業局の F2 型とは、メーカー規格は同一であるが、下位2型は強化室、本形式は高化室であるという違いがある。太いストレートトップ型のボイラーを持ち、第一感動上に砂箱、第二感動上に蒸気ドームが設けられ、過失上に台座を設けて安全弁と汽笛を装備した。 煙室は長く、全単量との間には、支柱が渡されている。また、過失を避けるため、第三道輪と第四道輪の間が大きく開いているのが特徴である。RT4-5 型とは、運転室やドームの形状に特徴が出ており、背が高く鈍重な印象の RT4-5 型に比べて、本形式は、背が低く、スマートな印象である。テンダーは、 二軸ボギー台車を二個備える四軸式である。形式寿司を開始後は、福島、平、田端に配属され、後に、田端のものは、貨物列車用から入れ替え専用に転用され、福島、平のものは、購買先駆用に、黒磯で使用された。廃車は1928年及び1929年で、民間への払い下げや保存はなかった。大型であったのと、 加熱式機関車への移行機であったことが、本形式の寿命を縮めることになってしまった。そのうち9301は、1926年に、暴走線で行われた、仮想車両静止試験、すなわち盛り上げた砂利の中に突っ込ませて、停止するまでの距離等を計測する試験に供されている。廃車後、淡水車の一部が、機600系ロータリー式除雪車用に転用されている。 ありがとうございます。